新、女神転生シリーズ新、女神転生ナイン新、女神転生ナインはアトラスより2002年12月5日に発売された Xbox 用ゲームソフト。ナインとは9番目という意味ではなく、キャラクターの持つローニュートラルカオスとライトニュートラルダークという2種類の属性によって表現される33のマトリックスの数を表している。新、 女神転生シリーズの外伝的な位置づけであるが、時系列は、新、女神転生と、新、女神転生聖2の間となっている。なお、操作画面は、今までの疑似 3D ダンジョンから、フルポリゴンに変更されている。2003年10月23日には、プラチナコレクションとして発売された。202X 年、東京。ICBM の参加を過労て生き延びた人々は、 地下都市で生活を送っていた。その苦しい現実からの逃避のため、人々は中央管理局の用意した1990年代の東京を再現した仮想空間、イデアスペースへとダイブをすることで、ありし日の日常生活体験にのめり込んでいった。ここでは時々、ノイズと呼ばれる悪魔の姿をしたバグが発生し、利用者に危害を加えることもある。 仮想空間といっても死亡もしくは重症を負うと、ドール化という植物人間状態になるため、中央管理局はノイズの除去や治安維持を行うデバッカーと呼ばれる部隊を結成して対策に乗り出し、刑もノイズに襲われた事件をきっかけに採用される。治安維持のために様々な事件に遭遇するが、とある事件にてダイブした別空間にてノイズなどの悪魔の姿をした者は、 プログラム上の架空存在ではないと知らされる。それは中央管理局の主張とは大きく異なる内容だった。別空間から戻ってきた K たちを待ち受けていたのは自分たちの体が地下都市ではなく会場都市にあると口を揃える市民と理由も告げずに K たち一行の始末を心を見る中央管理局だった。そして K たちは別空間で過ごした。 短期間が現実空間では10年に相当していたことを呼び、その間に洪水で地上が沈んだため海上都市が本当に建設されていたこと、そして K たちの本体は海底の潜水艦に移されており、大洪水から逃れた事実を知る。今までと似て、非なる環境に突然置かれた形となった K たちは、不審を抱く事態をさらに目の当たりにする。本体を持たない。 架空の市民、ライフゴーストという新たな存在とすべての市民が一斉に死亡した上に翌日平然と暮らしていた光景であった。後者の光景は現実空間とイデアスペース空間の両方で発生している上、そのような状況でも追手をかける中央管理局に対し、K の仲間の中には本格的に中央管理局と敵対する者も,も出る。そして、非常事態は、 中央管理局にも及ぶ。かつてノイズと呼んでいた者たちより、はるかに強大な悪魔が本部に襲いかかり、中央管理局の構成員も多くが重傷を負う。この機会に、K たちは中央管理局を相手に、一連の不審な事態の真相を尋ねるべく、本部へと突入し、そこで事件の全貌を知ることとなる。地下都市で大洪水により絶滅した人類が現在、 生きている理由、悪魔たちが、イデアスペース空間に、たびたび現れる、理由、本体を持たない、ライフゴーストが、イデアスペースに必要とされている理由、そして、ケイたちを必要に始末しようとした理由に、すべての疑問を紐解く答えを知らされた、ケイたちは、今や、不自然な形で生き延びている人類と、その生存の鍵を握る、中央管理局及び、 自分たちの未来を決める選択に迫られる。当初はネットワーク対応と発表されていたが、2002年7月の発表でスタンドアローン版とオンライン対応版の2種類を発売する計画に改められた。そして2002年12月にスタンドアローン版が販売されたものの、2003年8月に Xbox からのオンライン対応版が発売中止となり、 今後は PC での展開が正式に発表された。なお、オンライン対応版を引き継ぐ形で完全新作のオンラインゲーム、シン・女神転生イマジンが、Windows XP 用の MMORPG として開発された。ゲーム誌、ファミツーのクロスレビューでは、9.87.7の合計31点で、シルバー殿堂入りを獲得した。ン。 女神転生9イン公式サイトありがとうございます。